ーで貴重な勝ち点3、今のこの結果はいかがですか。そうですね、まあ、昨年はアウェーで黒星スタートだったので、まあ、今年はいいスタートを切りたいと思ってましたし、まあ、その中で、まあ、厳しいアウェーの中で、まあ、勝ち点を取れたということはすごく前向きに捉えていいことだと思いますし、まあ、次につながるゲームだったと思います。去年は ACL でアウェーで失点するケースも多かったんですけども、今回は完封ということで0点に抑えられた勝因というのはどこにありますか。まあ、当然力のあるチームだったので危ない場面というのはありましたけど、まあ、その中でも全員が最後まで体を張ってましたし、まあ、グラウンドもすごく、まあ、ぬかるんでた中、まあ、全員が最後まで、まあ、集中した結果だと思いますし、まあ、すごく、まあ、守備陣含めて全員が戦った結果だと思うので、まあ、ほっとします。今年の柏レイソルは新加入の選手もたくさんいて新しい形が見えたと思うんですけども、そのあたりいかがですか。まあ、もう少しやっぱり自分たちの時間を出せればよかったですけど、まあ、グラウンド状況であったりこのアウェーの環境っていうのを踏まえて、まあ、ある程度割り切った戦い方も必要だったので、まあ、次節以降はもう少しやっぱ自分たちの時間帯を増やせるようなゲームをしたいと思いますけど、まずやっぱ勝つことは勝ち点3を取ることが大事なので、その目的を果たせたことは良かったです。次の試合3月ホームで迎えますけど意気込みをお願いします。そうですね、やっぱり予選を突破するためには勝ち続けることが必要ですし、まあ、上では勝ち点を取れればすごく前向きな結果だと思いますし、ただホームでは絶対に3試合勝ち点3を取らなければいけないので、まあ、今日もアウェーにサポーターが来てくれましたし、ホームはもっと自分たちに後押しがあるので、まあ、その人たちと喜べるような結果を残したいと思います。